今日からじゃない、もう2、3日前から9月になりましてね、はい、少しは涼しくなったかなって朝晩ね、はい、そういう時期で、それで真夏の間はね、こう葉があんまり伸びてなかったんですけど、今結構伸びてきてますね、うんうん、元気ついてきてます。この前盆栽を見てる方からリクエストというかあったんですけど、シャリの切り口、うん、どこから切り口にしてシャリをつけるかっていうのは、はい、それをやっていきたいと思います、はい、2種類あるんですけどね、こちらはもうこうジンができてます。このジンを切り口にしてシャリを作っていく。これだとこうジンがあるんで、どこを切り口にしていいかっていうのは分かります。これ、はい、ジンからスタートしていく、うん、でこっちも持ってきたんですけど、ね、これは何にもないんですよ、はいはい、ジンも何にもない、うん、これならどこの切り口するかっていうとね、ずっとこれを見ていくとね、これだとまずこういうのがあります。これ、うん、枯れてるとこ、はい、枝からいくの、うん、枝のこういうとこ、こういうのを切り口にする、はいはい、それとこれですね、枝を切った跡あるでしょ、はいはい、こういうところを切り口にしてジンを作っていく。なるほど。シャリね、シャリを作っていくっていうこと。いつも私言うんですけど、こうシャリ付けの時はね、これはダメです。チョークでこうやってねじれるように、こうやって彫刻刀で切っていきましょう。こうやって切っちゃうとね、もう繊維に逆らって切ってますから、これは、うん、繊維を傷つけちゃう、うん、そう、水が吸えなくなっちゃうってことですね。まっすぐの線を斜めに切っているようなもんですから、うん、それはやんない方がいいと思います。後々細くできないですから、はい、で今回ね、こっちの分かりやすい方でやりたいと思います、はい、まず最初やることはね、掃除です。掃除、この幹筋がどういう流れになってるかっていうのを、これ見ていかなくちゃいけないんですよね、うん、これだとまだ掃除が足んないんで、この幹筋の筋の流れっていうのを持って見ていきたいと思います。この新地ブラシの方がいいと思います。これだとね、これワイヤーの方なんですけどね、これだとちょっと硬すぎて中まで行っちゃう可能性もあるんですね、うん、よくは取れるんですけどね。さっき僕やってて、ここめくれちゃったんですよ、いろんな出た、うん、このぐらいだといいです。これぐらいですよ、うん、大丈夫ワイヤーでやってたら、こっちの真鍮のブラシの方がね、いいと思います。どこまで古い皮を取っていくかってことですよね、うん、芋の色にするっていうんですか。そう、芋肌って言いますけどね、さつまいもの肌、うん、そこまで掃除してきます、うん、ちょっとこれ名札ついてるんですけど、札取っちゃいますか。取っちゃいますか。これ上のグリーンクラブで 20% セールで、5000円の 20% オフで購入しております。いい気だ、はい、ぜひね、上のグリーンクラブも遊びに行ってください。で、ちょっとね、この掃除も時間かかります。はい、こうやってていますね。できれば木に沿ってこう。ああ、木の流れに、うん。こうじゃなくて、うん、逆らわないで、もう木の流れの通りに取っていく。どこまでが芋肌って、これがそうですよね、これね。さつまいもの皮の色、うん、ここまで出してです。これ以上いくと白いのが出てきますから、うん、これ以上いかないようになっています。これブラシでこすっただけだとこの細かいところまで取れないんですよ、うん、これピンセットでこう剥がしてきます。これ なるほど。なぜこれやるかっていうと、この古い皮って硬いんですよ。でこう筋をつけてたどっていくときにずれてきますから、だからこの細かいやつ取ります。これちょっと時間かかる仕事なんですけど、硬いのは全部取ってきます。あれもありますわ、ちっちゃいブラシ。何？ちっちゃいブラシ。ちっちゃいブラシ、うん、あれもいい、あれもいいですよ。持ってきますか。あれ、うん、これはこのブラシもいいですよね、細かいところはそうですね、はい、これステンレスのこうブラシですけど、盆栽器で出ます。ありがとうございます、うん、3本セットだったっけ。この2本かな、これは、うん、これも売ってます。これはこういう細かいところ掃除するのにはかなりいいです。これ便利ですよね、うん、商品だとね、このサイズで大きいんですよね。これだと入んないからね。そうそうそう、これ小さいやつは入んないですよ、うん、だからこれ全部ただここまで行ってみましょう。それから上の方に引っ張ってきますから、うんうん、次ですね、一応掃除がまだあんまり完全じゃないですけどね、はい、水水を作りながら掃除してきます、はい、これ分かんなくなったら掃除、そうするとこう流れっていうのは見えてきますから。道具チョークで印つけませんから、これです。はい、水水ここから作っておきました。この上からいいかな、ここ行きますか。ここからここから、自分のとこからですね、これもう線作っておきます。これで、
この掃除がね、きれいにできてないと、この線がうまく入んないんですよ。こうやって、木の流れ見ながらね、こっち取ってきます。これがこう向けてますよね、これね。これを取る。ああ、まだ掃除がうまくないな。うまくできると、これがスーッと線がついてきます。なるほど。掃除がまだ足んないんですよ、これ。古い皮がね、残ってると、うまく取れないんですよ、これ。先生、しばらくです。これ全然こう水水逆らってないですからね、はい、この流れの通りにこう向いてるだけですから、これ逆らって向いちゃったら、あとは水水細くできないですから。これ最初はそのぐらいの細さがいいんですか？最初これ一本、これ失敗しても、うん、ほっとけばこれ縮まってます。なるほど。くっついちゃうから。もしこれまずかまずかったらしたら、このままにしとけばいいんです。1年も経たないと普通じゃん。じゃあこれ1本のまずつけます、はい、ずっと下まで行ってみますね。ここはもうやりやすいところですからね。こう内側入ってきてですね、これね。やりにくそう。こう結構ね大変なんですよ、これつけない。これでこの木が生きるか死ぬか決まっちゃうからね。結構捻転してんですね。ねじれてますね。ねじれてる、うんうん、結構ねじれ入ってる、これ。ぱっと見わかんないけどこれ痛み気になったら結構面白い気になるな、これ、ね。まだ丸だから今回は痛み気にしないですけどね。水水をはっきりつけるだけ、うん、今回は皮をめくって、ね、皮を水水をはっきりつける流れが見えるように。でさらに彫刻していくのは、まあ、1年ぐらい開けた方がいいですね、うん、置いてからの方がいいですね、うん、でね、ちょっとね1年ぐらい置いてこの上にね皮みたいなのがあるんですよ。これちょっと削っとくと、はい、鎖が入ってくる。鎖っていうか白いところがね柔らかくなってくるんですよ。で、あと白いところ取っていけば完全にもうシャリができてくる。なるほど。一応ね、片方をこう線つけました、うん、後ろへ回ってここでねじれてるんですよね。でまたねじれてここ入ってきてる。そこだけ広いですね、うん、ここだけ広がっちゃった。あ、広がっちゃった。広がっちゃった。広げたね。で、ここで上上がってきます。本当は下まで一本通してるんですね。そうそうそう。後でこれ見ながら、うん、もう一本入った時にこう見ながら取っていきますから。わかりました。で、今度は上行きますね。これもう一本この辺から入れますからね、うんうん、ここにそうすると根が出てくる形。広げて今1本です。広げますからね、はい、で上に1本通していきます。これ、はい、それも陣から。そう、ここから今ここから引っ張っていってますよね、下へ、はいはい、下へ、はい、でこれから上上がってきます。うまくここへ入るかどうかですけどね、うん、入らなかったら枝に入っちゃっても構わないですよね。この流れが分かればね、あとずっと取っていけるんですけどね。変なとこ行って入ってるから、これ。あ、これ回転してるか分かんない、これ。すごいな、これ。これ。ずっとここにねじり入ってるか分かんない、これ。あ、見えないけど。うん。だからそこ太いのか。これ、チョークで引っ張ってたら、こう来てちゃうね。来てますね。枝に入る可能性ある。急にハンドル切って。これに入る可能性ある、これ。あら。半分ぐらいだったらいいけど、まともに入っちゃったから、これはまずいことになる。これ。すごいなこれ。ここで枝入っちゃうかも。枝入っちゃうんですよ、差し枝に入っちゃう、うん、これ避けてくれればいいけどね。この通り取っていけばね、これ枝で半分ぐらい入っても大丈夫だね。なるほど。これ生きてるんだから。正直板シャリにしちゃえば、うん、この太さでも分陣に作ろうと思えば作れますもんね。うん、作れる。シャリコントロールすれば、だからどうにでも作り変えられる気はします。そう、これ避けてるな。避けてる。あ、枝避けてる。こっち向いてる。本当だ。すげえこれねじれてるな、これ。これに入ってる、これに。上の枝？うん。このシャリに入ってる。あ、シャリ？ジン。ジンに入ってる。じゃあもうバッチリじゃないですか。ここに繋がってるような感じ。最初その手前のジンだと思ってたのに。うん。ここから来てね。ここに入るか。作った人も考えてるのかな、こうやってシャリをここに入れる。これ。片方はこっちの枝来てるね、これね。ああ、来てますか。
ちょっとあとこれ上が分かんないんで、ここでもう一本つけておきます。これ広げていきます。今度は下に。ここからこのこれスタートだっけ。うん、この幅ぐらいでいってみますか。これとこの木の幅。ああ、その陣の太さ。うん。だからこの線で、この線でいこうかな。ちょっとこう広げますから。はい。ちょっとね、まだ時期的に早いかなっていう感じですね。これまだ皮がずるって剥けちゃうから、夏ぐらいにやった方がいいかもね。やっぱりあれですか、白いところは綺麗に取った方がいい。皮取ってきますから全部。うん、やっぱこう戻っちゃうんですよね。そう、肌が戻っちゃうからちょっと深くというか白い部分は取る感じ。そう、これ取っとかないとね。これ要はずっとこれ引っ張ってたんですよ、ここから。うん、こう自然に広がっちゃう場合あります、これ。ここに。ここからずっと引っ張ってきてるんですけど、幅がこの幅で行ったんですけどね、この幅ここから行ったんですけど、自然にこう辿っていくとこう広がってきます。シャリは内側に水吸いあって、外側にシャリがついてた方が、迫力があると思う。こうそういう風にできてきました。これならね、板シャリにできそうな。そう、あとは来年でもこう木はもっと細く削っていけば、これが浮き出てきます。これが。なるほど。こっち側とこっち側削りゃいいんですから。はい、そうすると板シャリになるといいます。両サイドを削る。そう。シャリっつうのは水吸いからこうやって出てる、こういうところは。これ取っちゃってるね、みんな。ここ。頭頂部というかね。そう。ここは絶対と、この後で水吸いの際をきちっとつけていけば、はい、自然に板向きになってきます、うん。一応ここまでやったんですけどね、まだまだこれ長さあるんで、うん、これだけ広がったんですか。はい、これいらないところですね。ああ、取っちゃいますか。はい、ここがね、まだうまく入ってないです。半分までいってないから、もうちょっとこう広げるかもわかんない。ああ、陣に繋がってないってことですか。うん、そう。だいぶ広くなりますね、そこ。こう、だいぶ広がるな。ね、これもうちょっと下引っ張ってみますから。はい、おさらいすると、うん、陣からスタートして1本下まで通します。この木の場合はね。うん、その後に場を決めて、もう1本線を通す。そう、もう1本。2本作っていく。でそれを繋げるという。そう。いうような感じ。そうすると、もう水吸いが1本になりますからね。うん、で、あとは、もっと水吸い細くするんだったら、はい、もっと取っていけばいいんですから。なるほど、広げとく。そう、広げていく。大体3分の1ぐらいでいいでしょ、水ですね、最終的には。なるほど。そうすると細ければそういうほど板になるからね。はい、でよくあるのが、うん、こう木がこうやってあった場合、はい、両サイドこうシャリ入れるパターンあるじゃないですか。2本。2本になっちゃう。2本は入れないです、私は。あ、そうなの。1本で入れちゃう。枝に入っても構わない。なるほど。多分これに両サイドこうやって針入れてるのって業者さんが木を太くするためにやってるのかなって思うんですよ、ね。多分そうだった。で、まあ、そういうのを買った時は、うん、その2つのシャリを1本につなげると、うん、でシャリを作って。そう、シャリ入れる場合はね、ただ粗木の場合は、まあ、先曲げちゃった方がいい、ギリギリ、うん、どっか枝枯れる枝とか出てくるから。そうですね。その後にシャリ入れた方がいいと思います。あ、曲げて枯れたところからシャリを作ってくる。今までね、私やってたのはね、こう木があったら、まあ、樹形作るために枝抜いてたんだよ。うん。そしたら後からシャリ入れるととんでもないとこ入ってくから。なるほど。枝がいっぱいあるうちにこう曲げちゃって、うん、それからシャリつけて、そうすると枝にシャリが入っちゃっても構わないです。枝が何本かあれば心配が作れるからね。そうですね。これやっぱ先生のやり方。そう。なんでそれぞれ多分やり方があるんで、うん、先にね、模様をつけた方がいい。参考にしてくれればって感じ。とりあえず終了と。うん、大体皮剥くの終わりましたから、はい、全然削ってないですから、これ皮剥いただけ。木削り入れ全然入れてないです、うん、結構太く入りましたね、でずーっと下からつながったんですよ、これ。だからずーっと、うん、しかも全部全部一本でつながってますから。一本でつながって、こう陣があったんですけど、大体このシャリが陣を通ってます。通ってる。ここも半分ぐらい通ってるでしょ、うん、ここも全部もう入ってますね、ここもできたから。そしてこうね、これもっと広げることできるんですよ、これ。
そうするとこれも全部つながってるんですここで、うんうん、あとこれ陣入れるのはこうつなげればいいわけですよね、うん、もうちょっと削ってもいいし大体こううまくできたと思いますよ。あとこう樹形の問題はもうちょっとそうですね、うん、足元がね足元もうちょっとこう下げてここはもう模様入んないと思うんで下げるだけでいいんじゃないかなあれね。どっかで縛っちゃうってこと、うん、ここ縛って縮めるってこう下げればね、うん、こっち綺麗だなこれシャリがねシャリが綺麗っていうかもう粘点がすごかったですね、うん、やっぱり木を選ぶ場合はこういう心拍の場合はねじりが入った方がいいね、うん、そうですね、うん、こんなに一気にやっちゃって大丈夫なんですか。大丈夫これだってもう繊維通りに皮を剥いてるわけだから、うん、これ半分以上も取れてるところもありますけどね、はい、大丈夫ただ今時期的にはちょっと早いかな。慣れない人やるとね、他まで全部入っちゃうから、皮が剥けちゃうから。なるほど。ちょっとやっぱりね、寒い時期の方のが皮が剥きづらいけど、余分なところまで入っていかない。なるほどね。で、こう線つけていけばその通り入ってきますからね。はい、木に逆らわない、うん。逆らわないでこうつけていけば、木がもう模様作ってますから、これは。じゃあこの状態で、うんしばらく置いて、そう。ここは硬くなってから、それかね、ちょっとね、この表面のツルツルしてるとかあるでしょ、うん、はいはい、これをね、剥がしておくとちょっと鎖が入ってくるんですよ。なるほど、腐らせた方がいい、うん、表面がちょっと、だからもしこれでやるんだったら彫刻入れるんです、この角をこう取っていく、うん、際のところですね。そう、際だけ、際だけやってて、こう線つける、頭頂部のところが残るように、そうすると、こういうふうに肉は巻いてきますからね、水水が巻いてる、うん、ここの際っていうのはきれいにして削っておかないと、はい、肉がうまく巻いてこないですよ、うん、ここはきれい、そう、こうやってピンセットで引っ張るんじゃなくて剥がすような形、はい、そうするとこうきれいに際が取れてきますから。あとポイントとしては根まではシャリを通さない。そうね、ここのねシャリがここまで入ってるでしょ。これが剥がしたやつですね。これ全部取んない。これ取んないで、少し水水に残してください。こう。このぐらいで。下まで行っちゃうとね、ここ腐ってきちゃう。周り水水あるような形で残していく。それがポイントですかね。うん、じゃあこのお仕事はこんな感じで。うん、いや思ったより面白い木でしたね、うんうん。この辺がちょっとどうなってんだろうと思ったけど、すごい粘点が入ってて。こういう入り込んだところ、うん、これ彫刻刀で削れないですよ、これ。こういうところね。こういうとこ、はいはい、一度は。これ、あとはこう、白い部分を剥がすような形。うん、今、皮を剥がしてきましたけど、それと同じ。これはじゃあ、針金かけはしなくするしてもいい。いや、やってもいいですよ。今日はいいです。針金かけやってもいいですよ。やってもいいなら。もうこれ、木、あんまりいじるとこないですからね。そうですね。針金かけかけてから、来年彫刻。そう、来年の、ね、感じかな。植え替えもちょっとしたいの。ここがね、まっすぐなんですよね。うん、これ。そう、ここが。だからちょっとここね、ここをしたい。植え替えで直せばいいかな。そうそう、したいな。ちょっとこう縮めるかね。うん、行って、そうですね。行くかな、でも、うん。なんかすごくいい気になりそうな。いい気になると思うんですよ。気がしました。うん、シャリがこう見え隠れしてていいと思います、これは。ということで。そういうことです、はい。今日はシャリの最初の、入れ方、うん、切り口どこからやるかですね。どこちょっと失敗してますけどね。ちょっと失敗してます大丈夫です、ね、話しかけられて違うとこ切っちゃいましたね、一回ね途中からね、やっちゃったから、ね、もう一箇所切れたそこからいかない間違えて切っちゃったとこがあるんで、そこは枝が無事ならいいですね、うん、一応トップ切り口から全部トップジンヌってあります。そう、はい、間違えて切っちゃったんですじゃあそのところで、うん、はい、ありがとうございました。はい、どうも。